ございます。おはようございます。今日一日よろしくお願いします。よろしくします。いつもこの白山駅を保留されているんですか。そうですね。だいたい毎朝7時50分ぐらいに来ておりまして、だいたいキャンパスまで5分ぐらいですので、はい、では行きましょうか。製薬会社に7年間勤務をしていました。最初の4年間は国内で医療機関への営業、残りの3年間は海外のマーケティングを本社で行っていました。きっかけはダニエル・カーネマンのファスト&スローという本です。これを友人に話した時に、友人はあまり興味はなかったんですけども、私はすごいその情熱を感じまして、それで心理学を専攻しようと思って大学院に入りました。こちらが東洋大学の白山キャンパスです。私は貧困や偏見というものが興味あり、その研究をしている研究者に絞って探していました。そして現在の指導教員である北村秀也先生のもとに実際に研究室訪問をし、その中で東洋大学に進学することを決めました。7年間会社を勤めていたので、辞める際には両親に早くから相談をしていました。また会社の仲のいい先輩にも早くから相談をするようにしていました。ここは研究室になります。毎朝新聞やメールをチェックしております。では始めようと思います。私の研究では生活保護受給者への態度の規定員というのを研究しております。従来は責任帰属やステレオタイプの観点から研究されていたんですけども、私の研究ではダーウィンの進化論と社会的ジレンマの研究を援用しながら研究を行っています。研究に行き詰まったら屋上に来て風に当たりながらリラックスするようにしております。それによってまた研究のアイデアも浮かんでくるかなといつも考えてます。はい、よく利用しております。東洋大学は学食の評判も高く、また学食の種類も多いので、その日の気分に合わせて好きなものを食べています。今日のメニューはチキンの鉄板焼きのトマトクリームソースです。では早速いただきます。美味しいです。卒業後は社会心理学の大学教員研究者になりたいと思っております。そのために今は論文をより多く出せるように頑張っています。はい、自宅でも研究をしております。理系と違って大きな実験器具を使うことは少ないので、自分のデスクでも研究を進めています。薬剤師免許を持っているので、自宅の近所の調剤薬局でアルバイトをしております。また週に1回は妻と外出するようにしております。その他にスポーツが好きなので、ウェイトトレーニングをしたり、たまに友人とスポーツ観戦をしています。はい、休み時間は大学の友人同級生と話すようにしております。特に研究の話が盛り上がるかなと思います。はい、これから北村ゼミに参加します。今日は社会的構成についてのゼミです。はい、今日もとても勉強になりました。ゼミでは最新の論文を扱うことが多いので、非常に勉強になっております。そして自分自身の
研究にも取り入れられるような実験計画についても議論をしているので、それによって自分の計画も進められています。この専攻では心理学全般を学ぶことができますけれども、特に応用的な心理学、社会心理学を中心とした犯罪心理学や臨床心理学、健康心理学や消費者心理学などのゼミが多く用意されています。最近では大学を卒業したばかりの若い学生さんたちばかりではなく、仕事をしながら通ってこられる学生さんや留学生など多様な人が学べるようになっています。犯罪や法律関係の公務員に合格する人たちが毎年1名以上います。それから調査関係や IT 関係の仕事などに就く人も最近では多くなっています。ゼミの中で誰でも自由に意見を述べやすい環境がありますから、情熱を持ちいつでも意見も新しいアイデアも交換できる環境があります。私は研究者志望なので、この研究についてコメントしたり議論したりっていう、そういうスキルはもちろん直接関わってきますし、あとゼミの運営だったりその授業の采配みたいなところもちょっと経験できるのは、なんか将来につながるかなと思っています。お疲れ様でした。一日を終えてどうでしたか？そうですね、普段カメラで撮られることがないので非常に緊張しましたけど、とても楽しい一日でした。まずは博士論文に向けて研究をどんどん進めていこうと思っています。そして論文も世に出しながら社会に貢献できるようにこれから頑張っていこうと考えています。今は社会人の方で仕事をしながら大学院に来ている方もかなりいらっしゃいます。なのでもし学問に情熱ある方いらっしゃいましたら、その胸の高鳴りに自分を試してみるのもいいかなと思います。本日は以上になります。ありがとうございました。お疲れ様でした。失礼します。